西東京ラーメンクラブ。ヘルシャイ西東京ラーメンクラブの鈴木です。ということで今回のスタートはこちら東京都立川市立川駅。今回は二郎ウォーカー初の山梨県の二郎インスパイア系の紹介ということで、乗車していくのは JR 中央線特急あずさ。外は快晴、まさにラーメン日和でございます。さて今回向かうのは山梨県甲府市は甲府駅、立川からはね約1時間の乗車、途中の甲府盆地をねこんな感じで一望できる車窓があるんですが、個人的にいつ見てもね釘付けになってしまう好きな景色の一つでございます。というわけで今回は山梨県でダントツの人気店と言っても過言ではない二郎インスパイア系の紹介、二郎ウォーカー第49弾を行っていきたいと思います。最後までお見逃しなく、レッツゴー。ということで山梨県甲府市は甲府駅にやってきているんですけども、本日も二郎ウォーカー第49弾をやっていきたいと思います。ラーメンクラブとしてね甲府に来るのは結構久々でして、以前ねこちら甲府市内の隠れ名店19番さんにねお邪魔して、そちらも動画を上げているんですが、今回はこちら甲府市内だけじゃなくて山梨屈指の超人気店龍麺ふえろうさんにお邪魔していきたいと思います。でこちらふえろうさんは2015年にオープンしたお店で、店主さんはあのラーメン二郎茨城守屋店でね勤めていた経験もある方でして、山梨県内はね二郎インスパイア系のお店がね数少ないんですけども、その中でもねトップレベルの人気を誇るお店でございます。で豚だし感のね強いスープであったり、オーション香るね自家製麺で、そして香ばしい豚などがね絶品の二郎インスパイア系の中でもトップクラスのね一杯がいただけるということで、もう早速なんですけども、こちら甲府駅が最寄りではなくて JR 身延線のね南甲府駅、またはね貝住吉駅という場所が最寄り駅なので、早速電車に乗って向かっていきたいと思います。レッツゴー。さあまずはこちら身延線で数駅先のね南甲府駅へ向かっていきたいと思います。やっぱり、ね、このオレンジの帯を見ると、いやなんか東海に来たなって感じがしますね。まあ、ということで乗っていきましょう。ということでね南甲府駅で下車をいたしました。ここからねだいたい15分ほどね歩く場所にあるということで、ちょっと入っていきましょうか。じゃあレッツゴー。ということでね良い景色を眺めながら、まあ、甲府の住宅街をね歩いてきたわけですけども、おそらくこの右手の建物龍麺ふえろうさんだと思います。ありましたねふえろうさん、あちらです。やはりね外町もちょっと数名いるということで、この山梨屈指の、ね、人気店ということを伺います。では早速入っていきたいと思います。レッツゴー。西東京ラーメンクラブ。はい、ということで龍麺ふえろうさんにやってきているんですけども、基本情報はこんな感じでございます。こちらのお店現在営業時間が結構変則的で、夜営業をねやったりする日もあるので、訪れる前にはね必ずツイッターをご確認ください。でかなりねデカデカと店名が書いてあって、遠くからでも非常に目立つ店構えです。で外町スペースにはいくつかね椅子も用意されているのが非常にありがたいです。でお店の前にはポッカ札幌とね自販機が置いてありまして、ウーロン茶の購入をすることもこちらで可能です。で食券機はこんな感じで、こちらのお店いわゆる無料トッピングによくあるニンニク、野菜、油、辛めは全て食券で購入する必要があるのでご注意を。で卓上調味料は胡椒、醤油だれ、そして一味が置いてあります。また注意書きもこんな感じで書かれているので目を通しておきましょう。で今回もですね最高のパートナー生卵をですねオーダーいたしました。でそしてメニューがこんな感じです。基本はラーメン、油そば、つけ麺のそれぞれ200、300、400グラムの3サイズがあります。でそれ以外にもトッピング類っていうのがね結構充実していて、他店ではねあまり見られないものもあって面白いです。なおねラーメンのみ提供されている日などもあるのでご注意ください。で店内はカウンター席のみなんですが、なんだかね少しレトロな雰囲気もあって、常連客らしきね方が、楽しそうにお話をされていて良い雰囲気だなと思っていると、10分ほどでラーメンが着丼でございます。はい、こんな感じです。今回のオーダーはラーメン、トッピングは記載の通りで、見た目からねかなり香ばしさを感じる一杯で、独特の雰囲気漂う最高のビジュアル、これにはですねめちゃめちゃ期待が膨らむということで、まずはスープからですねいただいていきたいと思うんですが、見た目以上にですねまったりとした乳化がやや進んだもので、飲んだ瞬間豚だしの甘みがね先行して、後からじんわり醤油のコクを感じる、マイルドで非常に飲みやすいと感じるものです。程よくねこの油が溶け込んだ感じ、ダメとはね分かっていてもグビグビと飲んでしまいます。でそして野菜なんですけども、こちらもですね絶妙なくた加減でございまして、トッピングのね油をドレッシングにして食べると、もう脳内が幸せの4文字で埋め尽くされます。
さあそして現れたのはこちら極太麺。すするとね、その個性的なすすりごたえに脳内をもう衝撃波がね襲うような感覚。もうそれもねそのはず、この自家製の風味豊かな平打ち縮れ麺、口に入れた瞬間にもちっとねした弾力とともに濃厚なスープと小麦の味をですねうまいこと絡まり合わせて口の中で大放出。長さもね長すぎず短すぎずな感じで、すすりやすさっていうのもピカイチ。山梨にねいながらも超本格的な二郎インスパイアのねすすりごたえといった感じで人気のね理由がわかります。でそしてもちろん生卵とのね絡まりっていうのも良くて、特にフライドオニオンのねカリッとした食感と香ばしさ、これがねマイルドな生卵と全く喧嘩をせずにお互いを強調してくれるので、両方ともおすすめのトッピングでございます。さあそしてねさらに現れたのがこちら豚なんですが、ややね小ぶりな印象なもののとろっとした脂身部分としっとりとした赤身部分のねバランスっていうのが絶妙で、1枚じゃねもう絶対に足りないような2枚3枚4枚と、どんどんね食べたくなってしまう、ここ最近ね食べたものの中でもね最高級の最高峰のね味わいでございました。山梨のねインスパイア系といえばここという方もね非常に多いと思いますので、ぜひフエローさんで、至極のね一杯を堪能してみてください。めちゃめちゃおすすめです。ごちそうさまでした。はい、ということで龍麺フエローさんいただいてまいりました。めちゃめちゃ美味しかったです。もうね山梨にね来る価値がね存分にある一杯でございまして、まずねスープの甘みっていうのがすごくて、豚のね出汁っていうのが全面にしっかりとじんわり出ているので、もう飲んでいるだけでねなんだかね優しい気持ちになるようなスープでございました。でそこにね合わさる自家製のもちもちとねした麺が、これがまたすすりごたえがね良くてですね、スープとのね絡まりっていうのも良くて、結構柔らかいねその茹で加減であるがために、もう飲むようにねずるずる太めながらにすすれてしまうという至極のねひとときを味わえる麺でございます。豚なんかもねふんわりとしてね優しい食べ応えでしたので、全体的にね僕がね思ってたよりはね意外と優しい、ね、食べ応えな一杯だったような気もします。店内はねカウンター席のみのね、まあ、ザ・ジローインスパイア系といったね感じの雰囲気でして、僕はね意外と会津若松のねジローなんかとちょっと雰囲気似てるなというふうに思いました。なんだかちょっとレトロな雰囲気があって、そのジロー系ならではのちょっとね怖い感じの雰囲気がありながら、その常連客とかがねおしゃべりをしているっていう、この明るいギャップがね楽しめるっていうお店でもございましたので、まあ、結構ね面白いお店でしたね。フエローさんね以前からもねいろいろ視聴者さんからおすすめっていう風にね聞いていたので、もうさすがね山梨屈指中部地方屈指のね一杯ということを改めて実感できました。ということでジローウォーカー第49弾龍麺フエローさんにお邪魔してきたんですが、次回はついに第50弾ということで、まあ、とあるちょっと企画を用意しておりますので、次回のジローウォーカーぜひねお楽しみにということでよろしくお願いします。ということでこんな感じでいろんなラーメン企画紹介しますので、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。